はい、りょうです。ちょっとミラーカーボンですね。まあ今回のシルバーカーボンを使って、ミラーラッピング、やっていきます。まあ針型はねもう何度も取ってるんで大体分かってると思うんで、まあこんなイメージになりますよっていうのでね、はい、まあ一つの、ね、参考動画として見てもらえればいいかなと思います。まあやるべ。はい、こちら、シルバーカーボンですね。まあ結構綺麗だよね。でまあ僕あまりなので、まあ目はね気にせずにやっていきます。今回もおなじみの縁カットですね。こんなカーボンです。結構綺麗だよね。さあ、 3M から出てるこの、まあ、カーボンシリーズなんだけど、一応ね3種類かな、まあ、大好評ブラックカーボンと白かな、とこの、まあ一応ダークシルバーでいいのかな、これはちょっと濃いめのガンメタ的な色でね、まあボディ色に合わせて今回ね、まあこれを持ってきたんだけど、まあ別に大丈夫、カットカットだし。はい、ということで遊び終わりました。こんな感じです。やっぱいいね、ワンポイントでおしゃれで。これが 3M の、シルバーカーボンで、これが某ツールショップに売ってた、安いカーボンです。まあ、その場限りの安さを求めるか、長期的に見た、質を求めるかはあなた次第です。でフロントもねちょっとワンポイントで入れてみました。あとなんちゃってディフェンサーもね、はい、まあ、ということで、今日のせっかちゃん終わります。では